アサヒスーパードライ。今が一番野球が好きなんですよね。もっともっと夢中になりたいんです。最高の渇きにドライ。この味、新辛口生。はい、じゃあご本人入られますよ。どこに置いてありますか？はい。じゃあ一回逃げましょう。簡単な打球フライとか向かって離すようにでこう当ててある。その練習を僕はします。キャッチボール。カーペット落としました。はい今の一ついいの取れてる。ありがとうございます。ちょっと接近がはい。本日撮影大変お疲れ様でした。ありがとうございました。本日一日撮影されていかがでしたでしょうか。そのご感想をお伺いできましたらと思います。ああ、ビール飲みたくなった。いや今回は普段の僕のこれオフの状態のオフに野球をしている状態なんですけど、もう普通に練習してその、状態を撮影していただいて、で仲間もいつも通りで、すごくナチュラルに。撮影ができるっていうか、意識をこう演じなきゃいけないとかっていうことがほとんどないので、練習もできてナチュラルに撮影もできてって、一番いいパターンの撮影でしたね、僕にとっては。ありがとうございます。はい、今ですねナチュラルに自然体で今撮影させていただけたという話をお伺いしましたけれども。実は今回の企画のコンセプトが、はい、ステップフォワードの人々を描くという、ある種好きなことを突き詰めて、とことまで突き詰めて自己実現していらっしゃる方を描くシリーズなんですけれども、はい、この企画にご出演されていかがですか。そのちょっと感じられることをお伺いできたらと思っています。そのコンセプトに、マッチしていたいなと思いますし、今僕は現役を退いてから、およそ3年が経つんですけど、こういう言い方は、正しいのかいいのかよくわからないですけど、面白いのはますます野球が好きになっているっていう、そう考えるとこのコンセプトを共有して進んでいけそうな、そんな気持ちでいます。ありがとうございます。今ますます野球が好きになられているという話がありましたけれども、そのこう口側からするともう野球に対してのこう飽くなきご情熱というか、はい、ものっていうものをものすごく感じるんですけども、今後も野球に対してはそういった向き合い方をされていかれるのでしょうか。いや、今日までってことは絶対ないと思いますよ。それはまあ自分の限界を見定めるためには、まあ、見極めるためにはもう野球しか僕にはないんですよね。アスリートとしての限界、それをぜひ見てみたいと思っていますので、まあ、僕が元気である以上、体動く状態である限りは野球と必ず向き合っていくと思います。ありがとうございます。じゃあちょっとだけ趣向を変えて質問させていただきます。はい、今回ですね、スーパードライの CM に出ていただくんですけれども、実はスーパードライって1987年にありまして、はい、今年で36周年目にあたります。で、このタイミングで初のリニューアルという形になります。はい、でまあ、スーパードライの特徴である喉越しとかキレっていうものがこうアップして、はい、さらにこう美味しくなったんですけれども、はい、実は昨日飲んでいただいたというふうにお伺いしておりまして、はい、ちょっとそのご感想をお伺いできたらなというふうに思います。まあキレッキレでしたね。まあ喉越しももちろん爽快でしたし、もうコクとか香りとか言ってんじゃねえっていう感じ。まあそれを凌駕するそのキレの良さっていうか、そんな味わいでした、はい、まあ味わいをなんか越してるっていうか、そっちその喉越し、そのキレ、それ確かにまあこれまでもそうでしたけど、まあはるかにそれをこう超えてきてるんだなっていうような感想ですね。そんなスーパードライがちょっとこの時のタイミングで、要は CM のこう今飲んでいただいたように気持ちが高まるっていう瞬間にこそスーパードライがあるっていうところをちょっと描こうというふうに思っていて、スーパードライを最終的に今、CM の中でも最終的に美味しそうに飲んでいただくっていうことになるんですが、はい、これまで一番ビールがうまかった、あの時はうまかったっていう何か思い出ってあったりされますでしょうか。ビールがうまいと感じる瞬間っていうのはこうやっぱ自分なりに頑張った後だと思うんですよね。だからそれは毎日自分次第で毎日それが訪れるし、自分次第でそれは永遠に来ないかもしれないということだと思うんですよ。やっぱ頑張った自分にがこう夕食前、まあそれはまあ朝もいいんですけどね、これから頑張るぞって言って、まあ、頑張るぞで酒飲んじゃダメなのか。まあ基本的には一日力を出し切った自分が、ああ今日も頑張ったなって人に言うわけじゃないんですけどね、それは自分の感触として、ああやっぱ頑張るとビールうまいよなって、そういう瞬間なんじゃないですかね。ものすごく特別な瞬間というよりは日常の中、ごくごくある日常の中でこう瞬間的においしいって感じる特別な瞬間、その日のそんな立ち位置なんじゃないかなと思います。今結構一日のやっぱりこう終わりにこうやっぱなんか飲むものがビールとしてすごくうまい、はい、中でこう例えばスーパードライとかだと仲間であったりとか、うん、友人だったり家族とか結構人と飲むっていうシチュエーションってあったりされると思うんですけど、はい、そんな中でのこうビールっていうのってどうですかね、うん、ビールもそうですし、こう美味しいものを共有するって僕大好きですし、はい、自分だけで一人で部屋であうまいなってやってるよりも、それは仲間と一緒にやってる方がそれはもうまあその美味しさが増すことを、まあ当然ですよね。だからまあそんな瞬間がこれからそうやってまあ生き方次第っていうところもあるので、まあそんな仲間と一緒にそのビールがうまいって思える、一緒に思える瞬間を日々作っていきたいなというふうに思っています。